最近、ネット上で廃用庫の一部が大量のゴミで覆われているという投稿があり、地元の環境保護局の職員もこの状況を確認しました。江西省旧江市のネットユーザーが、廃用庫と証券流域の一部の湖面がゴミで満たされている動画を投稿しました。動画では、広い湖面が漂流するゴミや枝で覆われ、遠くにわずかに湖水が見えるだけでした。この状況に対し、都証券環境保護局の職員は、この状況は事実ですと答えました。廃用庫の湖面に大量のゴミが発生した主な原因は、最近の強風により、湖面の漂流物やゴミがこの場所に集中して流れ着いたためです。公開された資料によると、廃用庫は中国で2番目に大きい湖であり、塩湖である青海湖に次いで大きく、中国の五大淡水湖の中で最大の湖です。